3日前に、おのころ島神社、あの根元から2つに分かれた大木が あったんですけど、でその、大木に、まあ、何千年も多分、かかって大きくなった木なんだろうけど、まあ、神様がそこにいらっしゃって、前にも行ったことあって、その、まあ、植物の、にはまあ、そういう効能が大木にはですね効能があって、まあ、実質的にはよく森林なんか入っていくと、あちょっと違う雰囲気があるなっていうところはピトンチッドっていう物質が放出されて、まあ、そういう状態になってるんだけど、まあ、そういうものの力をいただいて、クリームだとか雨のまなみとかに、そういう効能を付け足してるんだけど、まあ、今回渡してなかった力をお渡ししましょうっていうことでいただいてきました。